girls, have fun. Dude. Don't drop it. Okay. 大丈夫だ、こんな遅いんだから。It's fine, dude. 今着いて5分でいきなり乗らせたけど大丈夫？俺も行きたいんだけど。ダメです。スノボ持ってくんの忘れたね。ダメです。大丈夫だ、ほら。この状態でやったらまた同じとこ破っちゃうんですね。右足も切れたら俺マジで人生終わるから。右足も石に来したらあかんやん。ライオンの子供みたいにさ、いきなりスリフト乗せてついて5分で崖に突き落とすぐらいの谷に登らせるでしょ。谷に登らせる。あ、そっか、山に登らせるでしょ。戻ってきてよ、コライオンが2人。今3時59分です。あと1分です。コライオン1号転んでます。あそこで転んでますね。惜しかったな。あと2分早ければな。明日も1日滑れるから、こんな慌てなくても。明日も1日滑れるから、こんな慌てなくても。今日泊まるお宿はこちらです。オレンジのドアのお部屋、かわいいね。3色ドアが違うんだって。何やってんの。エミちゃんチェックインできるって言うから、お部屋に荷物持っていこう。どう、今日髪の毛ストレートにしたの？あの、いつも通りかわいいです。いつも通りお尻も大きいです。階段です。また階段かよ、ここ。ルビー、ギャーギャー言わないで。マイドーズ。アレちゃん、どう、ここのお部屋。かわいい、かわいいね。オレンジなんだ、やっぱり。なんかデザイナーズルームみたいな感じ。ちょいちょいこのスケートボードとかがおしゃんじゃない。あの、3年前も泊まったことあるんだけど、ここね、同じところに。お部屋は違うんだけどね、あのゲレンデのね、真ん前なんですよ、ここのお部屋。だから歩いていけちゃうっていう。はい、でこちらがダイニングエリアでございます。かわいい、やっぱり。あの、ちょいちょいこのスケボーの板がね、かかってるっていう。冷蔵庫、うん、こっちがベッドルームかな。あ、ベッドルーム1。失礼します。パックマンがある。これできんのかな。できるらしい。え、食べなくちゃいけないんじゃないの。こちらです。あ、ここもなんかインテリアが可愛いよね。あ、ここマミーとダディじゃない、メインベッドルーム。これはザン。すぐここでハグっていう。仲良すぎです、娘とパパが。じゃあメインスローティングは、おはようございます。やばいです、マミ。鼻声です、マミ。張り切って今日ですね、ゲレンデにもうこの時間行ってる時間なんですが、中止です。中止です。一人風邪ひいたので。エミリーさん、 Are you OK?こんにちは。見てください、この声。最悪な
スキートリップとなっております。でも無理しない方がいいよね。こないだもエミほらちょっと無理したじゃん。熱は下がってないんだけどね、喉が割れそうに痛いんだって。そんなに痛くなくなったの？そう、薬効いてきた？でちょっともうちょっと様子見てさ、休んでいこう。まあまあ痛い。まあまあ痛い？ね、もうお昼になっちゃうんだけど、エミはちょっとあまり良くならないから、アリちゃんとダディでちょっと滑りに行くことになりました。パパ滑んないパパ滑んないから、アリちゃん一人で雪山行くの？うん。一人でも滑るそうです。じゃあパオちゃん指揮監督よろしくね、ミスターマリック。あ、知らないよ鍵は。じゃバイバイキン、ハブファン。バイバイ。さあ1号が一人で旅立っていきました。一人ぼっちでございます。寂しいなおい。そして一番ビギナーリフトでございます。後ろ姿が寂しいです。さすがに物足りなかったようで大きい方に行くようです。 Let's have fun。アイちゃんおかえり。どうだった？くたびれた。くたびれた？アリちゃんアクセラレーターのずっと怖いやつに乗った。降りるの必死だったんじゃないの？キーフのなんか順番が全然わかんなくて、なんか知らない人と座り、座ったんでしょ。嘘ね、何？あのちょっと気まずかったのリフト。うん、横とかじゃなくて両側に知らない人座った。エミリさん絶不調ですがどうですか？お薬飲んでんだけどね。はい、最終日でございます。ようやくエミリちゃんの熱が下がったので二人でようやく6番リフトに乗り込もうとしてます。あったかいので暖炉移動してきました。大丈夫かそれ。そんな重いんかそれ、それとも弱いんか自分が。標高が高いから息が切れんね。すぐ息切れてんじゃん、大丈夫？やばいよ、そろそろ降りてくるよ。ティッシュ箱忘れてるじゃん、あそこに。本当だ、取ってくる。もうこれだけで息切れやがって、マジで。いいじゃん、スーパーサイヤ人になれるよ、もうすぐ。でもよかったね、今日最終日帰っちゃう日だけどさ、できて明日からエミリーが復活して、ちょっとね、俺の予想だと2本滑ってもういいってなる。なんで？絶対すぐバテんなあいつら。まあね、ずっと休んでたからな、風邪っ引きで体力落ちてるからな、息も上がるし。一回休憩しちゃうとダメなんだよ、スノボーとかって。わかる。一回座っちゃうと、つってもう帰るか、甘酒飲むかみたいな話になっちゃうから。すごいじゃん、うまいやん、あいつら。アリちゃんが前に先頭で、あらら、あらららら、かっこつけて。やっぱりここはあの暑いから画面がメラメラしてる。お疲れ様、どうだったい？体調どう？うわ、でもめっちゃ暑い。暑い、いいことだ、いいことだ。ちょっとちょっとパオちゃん、ちょっといなくなったと思ったら、なんかファンシーな飲み物買ってきてるやん。これがなんでいなくなったか知らないでしょ。そこでなんか可愛い子ちゃんがグローブ落としたから届けてあげた。ついでにトイレ行って、でついでだと思って。そしたらドリンク間違えて、違うなんとかブラリーマリーみたいなの作っちゃったって。また作り直すねって言ったんだけど、うん、いいよそれで。うまそうだし。で飲んだら微妙だったんですねこれ。じゃあパオちゃんこっちなんですね。どれ？赤い方。微妙だった方でいいですか？なんかすごいいろいろついてるけど。
見てみて。ちょっと飲んでみいいから。ハラペーノ入ってるんですね。ああ、しかもこれドリンク2つとこの水2本。How much？ 25ドル。42ドル。マジで？しかもチップその後に。マジで？44ドルぐらい。はい、あの6000円です。はい。6000円だったりまず。アリちゃんのスタンレーが可愛いもんです。これチビチビ1ミリずつ飲むな。6000円だから乾杯。ちゃんさっき寒いって言ったからさ、車にジャケット取りに行ったのかと思ってた。大丈夫です。そう、ミートテックついてる。極段ミートテックついてる。極段ミートテック、それ最高にいいね。あのタダで、あったかいって。そう簡単に脱げないっていう弱点がある。Hey, Alyssa's carrying something, guys. Google のレンズだけ取れちゃった。It's magnetic. アリちゃんは左側に行きたかった。エミリは右側に行きたかったから。そこで何、小競り合いしたの、二人で。行くよ。OK!できました。3段雪だるま。皆さん、あのアメリカの雪だるまは3段です。今なんとママとアリちゃんがビッグ雪だるま見て、めっちゃでっかい雪だるまを作っております。マミー聞いてんだけど、マジで瞬発がマジ160ぐらいいけると思う、マジで。 Face is in the progress。いきなりハーフパイプ降りてきたんだけど、おっと後ろに一人待ってることを分からずに、おっとエミリー選手ハーフパイプにチャレンジ。おっと転んでしまいました。お先にですね、お風呂いただきました、パオッチ、はい、うわ、なんかディナー作ってくれてママが好きな、ね、知ってるたらこのパスタ。あ、本当にすごいじゃん。アリちゃんの大好物。今さ、旅行から帰ってきたんだけどさ、これでさ、マミーさ、夜ご飯自分で作るとかさ、洗濯するとかさ、もうほんと疲れるけど、パオちゃんが今日ご飯作ってくれたから、もうね、ね、神なの。どうですか、パオシチュー。すごい美味しい。エミリーまだちょっと調子悪いんだよね。あのリフトチケットね、あの来年も使えるチケットを買ったので、また来年もみんなでね行ってね。来年こそはね、もうパオちゃんの足治ってるはずだから、家族4人でみんなで滑ろうね。うん、最後の絵見てくれてありがとう。次の動画見てね。バイバイ。 Thank you. Thank you.